すみません、ここだけちょっとですね、資料を作ってくれって頼んだ杉田さんが英語で作っちゃいましたんで、英語になってますけども、お許しいただきたいと思います。ソフトウェア名、ジェネシスというふうに言います。ジェネシスで何やってるかというと、粒子系の、シミュレーションをやろうということです。で、先ほどは同じ粒子系ですけれども、量子力学の計算をするので、シュレーディンガー方程式の数値解を求めるというものだったんですが、今度はそうではなくて、いわゆるニュートン方程式ですね。単に、粒子に力がかかっていて、その力をきちんと計算してあげて、それがどういう構造を取るかという、そういう、分子動力学というものがあります。で、この分子動力学はもう方程式が非常に簡単で、ニュートン方程式と、あと力の元になっているポテンシャル、そのポテンシャルも、化学結合だけで決まるもの、ボンドレングス、ボンドアングル、それから、空論力ですとか、あるいはファンデアワールス力とか、それだけで決めると、非常に簡単なものです。で、ただし、今度は粒子の数が多い。先ほど量子科学の場合は1万でもうすごく多いって言いましたけど、これそれどころじゃありません。10万とか100万原子を対象にします。古典力学だからそんなに難しくはないんですけども、ただ粒子が多くなるとやっぱり大変ですし、それを長時間計算しなきゃいけないっていうんで、計算は大変重たいものになります。例えばどういうことをやろうとしているかっていう例なんですけども、これはこれで一つの塊だと思ったんですね。ここにこう膜タンパクという、ものがありまして、この中にカルシウムイオンが一旦取り込まれて、それで ATP っていうのがくっつくと、こいつがこの構造がグッと変化して、そして、カルシウムイオンが放出されるという、そういう、そのこれカルシウムイオンチャンネルなんですけども、それのプロセスを追ったものです。で、これは実はこの後すぐに出てきますが、この全体のシミュレーションをやろうとすると、粒子数で30万原子ぐらいあるんですね。で、その30万原子で非常に長い間、つまり大きく構造が変わってカルシウムイオンが放出されるまでを計算しなきゃいけないので、これ非常に長い計算になります。だけどこれが分かることで、そのカルシウムイオンがどうしてとらわれて、どうして放出されるのかっていうメカニズムが分かるわけですね。で、ちょっとこれスケールを書いたものです。一番最初にやられたのが実は1977年、先ほどの去年のノーベル賞を取ったマーチン・カーパラスが最初にやった実はシミュレーションというのはこれなんです。BPTI って何だっけな、 牛かなんかのなんかタンパクだったと思いますが、アミノ酸の数で約60個、1個のアミノ酸に20個ぐらい原子があるので、全部で1200原子ぐらいの K です。で、1200原子ぐらいの K を9ピコ秒だけ計算したっていうのが、そのマーチン・カープラスの計算だったんです。で、先ほどお見せしたそのカルシウムポンプですね、それってこのぐらいで、約26万原子あります。で、それをですね、ミリ秒やるんです。ミリ秒ってことは、ピコ秒の、何乗だ、10の6乗だから100万倍ぐらい時間がかかるわけですけども、長いわけですから、その100万倍の時間を、しかもこれだけの粒子数でやると、これが今の状況になっている。で、これを可能にするのが、そのジェネシスというソフトウェアになっています。で、ジェネシスの特徴なんですけども、自由エネルギーというものをきちんと計算することができます。で、ここでバイオロジーの形に関してって書いてありますが、必ずしもそれには限りません。例えば高分子材料、柔らかい高分子材料の計算もできます。具体的に何があるか、例えばですね、液晶ですね。液晶の計算というのはこういうふうに使うことができます。あるいは接着剤、ペチャーッとから接着剤ですね、その計算とか、そういうものができます。あと、流動性のゴムっていうのがありますが、流動性のゴムっていうのはハードのゴムじゃなくて、結構ズル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 って動くようなゴムってありますけども、よくパッキンとかに使いますね。ああいうゴム の計算とか、それにも使うことができます。で、このジェネシスは、当然のことなら K に向けて、開発しましたので、非常に高い並列性を持っておりますし、大きな、K に関しても計算することができます。で、一番最後に書いてあるこのレプリカエクスチェンジモレキュラーダイナミクス、これも完全なテクニカル専門用語ですけども、実はこのジェネシスの一番乗りはここなんですが、これ一番最後にだけ少しご紹介します。彼が、杉田さんがこの開発リーダーになって、で、何やってるかというと、最初にお見せした通りで、
完全に古典力学ですから、化学結合があって、あと、ボンドアングル、化学結合の角度に依存した力があって、それからボンドの当初に比例する力がかかって、それから結合していないファンデアバールソルがあって、こういう力がかかっている系でのシミュレーションをやるんですけども、スピードアップするためにいろんなテクニックを持っていて、例えば FFT、今回 の、 あの講義の中では FFT の講義はなかったかもしれないんですが、実は FFT というのは並列がとっても大変です。全通信があるので、オールトゥオールの通信があるので、並列計算やろうとすると大変なんですけれども、1次元の FFT はなかなか並列計算難しいんですけども、当然これ3次元系でやりますので、3次元の FFT ですとちょっと順番を入れ替えることによって軸 の、 に関しては並列化をすることができるので、パラレル FFT というのができるんですけども、まあ、そういうようなものがあります。それからもちろん IO なんかは全部パラレル化するということをしています。これが性能であります。見ていただいてお分かりのようにですね、こっち側にこれ、コア数ですね、13万1000飛び72かな、このぐらいのコア数まで、縦軸が計算、時間ですね、ワンステップあたりの計算時間で、完全にこうこれ、1100万個か1100万、原子に対して計算しているんですけれども、完全にこうリニアに下がってくると、こっち側は、シミュレーション時間ですけれども、そうするとちょっとこっちをシミュレーション時間って言ってる意味はですね、さっき言いましたようにこう現実にこう、タンパクのこう振動を計算してるんですが、これの 何ナノセックかな、これ何ナノセック、計算できますかっていう意味でありますですので、こちらがちょっと無視していただいて、こちら側が計算時間のスピードアップになりますね。で、リニアに起こってきてるのが分かると思います。ですのでスケラビリティは少なくとも並列度でいって13万ぐらいまでは完全にあるし、まあ、サチってる要求は見えないのでこのままいくんだろうというふうに思われます。で、このジェネシスはですね GPL で公開していますので K 以外でももちろん使うことができます。それからこの後すぐお話しますが、レプリカ交換法という大変優れた方法を使っています。で、じゃあそのレプリカ交換法って何かということを簡単に申し上げます。ですね、例えばこれタンパク質の、まあ、かなりちっちゃいタンパク質ですけども、タンパクの構造に対して、こういう、まあ、分子動力学シミュレーションをやります。この、茶色っぽいところっていうのは最終的な安定構造なんで、この安定構造に向けて、まあ、いろんな構造を取りながら安定構造を探しているっていう、そういうシミュレーションですね。で、こういう安定構造がどういう構造になるのかっていうのは、タンパクの構造っていうのはその機能をもろに反映しますので、きちんとこういう構造を、まあ、再現できることが重要なわけです。で、この構造を求めるために普通何やるかというと、これ縦軸エネルギーで、横軸にこれインポータントコーディネートって書いてあるけど、要するに何かこう配置を示していると思ってください。で、当然これだけ複雑な構造を持っているものなので、実は安定な構造、純安定な構造ってこれたくさんあるんです。これ3つしかないけど、ものすごいたくさんあるんですよ。で、普通に例えばこの辺から始めて分子動力学始めちゃいますと、分子動力学って大体こう安定点を探しているので、ここからずっと安定点でここへ行っちゃうんですね。で、ここから始めたらここ行っちゃうんですね。で、ここから始めたら、まあ多分正しい解、つまり一番安定な解というのが正しい解ですから、そこに行っていただかなきゃいけないんだけど、初期値がどこかによってこの最終的に行く構造が変わっちゃうんですね。で、それがタンパクの場合だと、つまり無機物質だとこんなにたくさんいろんなものがなくて、例えばどんな構造からやってもシリコンの場合は分子動力学がかけると必ずダイヤモンド構造になるんですね。まあ、アモルファスシリコンはじゃあ、あるじゃないかっていうかもしれないんだけど、でもちょっとユニットセルをちっちゃくすると必ずダイヤモンド構造になるんです。ところがタンパクの場合はこういう構造がたくさんあるんで、ここに行かないんですね。じゃあどうやってこういう本当の形を探すかっていうのが、レプリカ交換法っていう方法でして、実はそのいくつかの1個の計算じゃなくて、複数のいろんな、ここにちょっと赤がありますけど、こういういろんな構造からいきなり全部計算を始めて、でそれを適当に入れ替えるっていうことをやるんですね。
でそれがエクスチェンジの意味なんですけども、でこれはちょっときちんと数学を追うと、まあ、彼の論文があるんだけど、きちんと数学を追うと実は統計的に正しいことをやってるということが分かりまして、そういうレプリカ交換法によって統計的に正しいこの構造に達するということが証明できています。でこの方法は1999年に杉田さんが開発というか、まあ、見出した方、岡本さんと一緒に見出した方法なんですけども、これ多分彼の自慢かもしれないんですが、これあれですね、Google スカラーですね、この99年の論文ですからまだ20年経ってないですね、15年ぐらいで、15年にもかかわらず引用数が1800回もある論文になっています。引用数が1000を超えるっていうのは、これなかなか大変な論文だと思いますね。まあ、この方法をきちんとインプリメントしているのが、このジェネシスの一番重要なところです。でこれがあるので、まあ、これはタンパクですけれども、タンパク以外に先ほども言いましたけれども、例えば液晶の構造ですとか、それからその非常に柔らかいゴムの構造ですとか、そういうことをきちんと解析することができるという、そういうものになっています。ちょっとこれ話が変わりまして、今度は流体関係、流体といいましても気象であります。でこれはですね、まあ、気象の計算をやる方がここにどれだけいるかというのはちょっとまた後で、その議論をすることにして、これは地球全体を、まあ、NICAM というソフトウェアを使って、解析したもので、ちょうどここにですね、台風15号だったかな、通称ボラベンと言われている台風なんですが、この台風が、ここにあるんですけども、この台風が、発生して、そして、東アジアの方に香港とかの辺ですね、その辺を、に上陸するという、そういう状況が計算されています。でこれはですね、地球全体を 3.5 キロメッシュに切って計算した結果なんですけれども、まあ、こういう計算が現在できるようになっていると。で、まあ、これ今のですで、実はこれ3.5 キロだとこうなんですけども、これ頑張るとですね、じゃあ870メーターまでメッシュに切っても、Kコンピューターを使うと計算ができるんですね。で、まあ、今までだったらば10キロぐらいのメッシュで切ってたものを、Kを使うと、まあ、870メーターメッシュに切ることができるんで、非常に正確な結果が出る。今ここでお見せしたような、これちょっと見ていただくと、やっぱりこの辺の細かい構造ですね、台風の目の周りの構造ですとか、積乱雲の構造とか、そういうものがきちんと出ているので、まあ、これは非常に高精度な計算になっています。でこれはですね、 NICAM というソフトウェアを使っています。でこの NICAM というソフトウェアはジャムステックを中心に開発されたもので、ちょっと著作権とか版権ライセンスが非常に複雑に入り組んでいて、ちょっとこれを公開するというわけにはいかないことがあります。そこでこの NICAM の開発の中心メンバーだった、ごめんなさい、で NICAM ってどのぐらいの能力があるかということを少しお話しておきますと、NICAM っていうのはこれですね、ノーハイドロスタティックアクセントラルアトモスティックモデルというものですが、いわゆるウィークスケーリング、濃度あたりの高視点の数を固定するとどうなるかというと、実は、濃度数が増えても、まあ、若干計算時間かかりますけども、これ全濃度ですが、全濃度の計算で、まあ、この程度の伸び時間しかかからないということで、まあ、かなりいいスケーリングになっています。これはストロングスケーリングですね。ストロングスケーリングだとちょっと上大きくなってくると、若干落ちる傾向があるんですけども、これはどちらかというとその K の、その K って共用マシンですので、いろんなジョブがこの辺動いてますから、その時の多分通信の取り合いになっていて、そこで若干落ちてくるんですけども、まあ、でもそれなりに比較いいスケーリングを示しています。でこの NICAM というソフトは、先ほど言いました通り、そのライセンスの問題があって公開できないので、じゃあつって、それを中心人物だった富田さんが、じゃあ公開できるものを作りますと。その代わり公開できるだけではなくて、単に気象だけではなくて、もう少し流体解析にも適用できるようなツールとして開発するということで作ったのがスケールという、そういうものであります。スケーラブルコンピューティングフォーザーアバンストライブエンバラメントになっていますが、まあ、富田さん自身は当然この気象機構の専門家なので、ここに置けると書いてありますが、この後すぐお話しますが、比較的メソスケールの流体解析ができるようなコードになっています。で、特にこの K をはじめとして、まあ、いろいろな計算機で動くということを目的にしたものであります。
どんな構造になっているかというと、こういうふうになってまして、この流体力学的な部分ですね、この部分は後でお話しますが、スケールレスという名前になっています。レスというのは、流体解析の方いらっしゃればご存知かもしれませんが、乱流解析の手法の一つに、ラージエティシミュレーションというのがありますが、そのラージエティシミュレーションという乱流モデルを使った解析の部分がここであります。それから当然これ自身は気象に対して考えているので、気象物理、つまり雲がどう発生するかとか、太陽からの放射エネルギーを受けてどういうふうに変わるかみたいな、そういう部分というのがあります。でそれを組み合わせてその大気の全体の計算をするというふうになっているわけですね。で、すでにこれ出来上がっていまして、公開しておりまして、パフォーマンスとしては、流体力学部分ですね、先ほど申しました、ここの部分ですけども、ここの部分は、ピーク性能の 10% 程度を示しています。で、完全なウィークスケーリングを持っておりまして、こんな感じになっています。これはウィークスケーリングですから、濃度あたりの光子点の数は一定になってまして、固定になってまして、それで濃度をどん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 でかくすると、計算時間はほとんど変わらないということになっていて、つまり、でかい系をやればやるほどきちんとパフォーマンスが出るということがわかります。で、このスケールのを利用するメリットなんですけれども、実はこれ作ってあるのは、その結構コンポーネント化してあるので、それぞれの研究者あるいは技術者の方々がこういうことをやりたいというツールがあれば、そのコンポーネントを追加していただければできるような形になっています。それからですね、やはりその最適化あるいは並列化がきちんとできているというところが重要です。でさっきも言ったこれがスケールレスというものなんですが、このスケールレスというのは、このスケール今 の, この全体のフレームワークの中の特に乱流現象のところをのパッケージであります。でこれ何ができるかというと、このぐらいの大きさね、つまりその数十キロ四方ぐらいのところを1メーターの分解能で乱流解析ができるんです。でこれ何ができるかというと、もちろん気象もあるんだけど、例えば町の一角、ビルの一角のところにどういうビル風が吹くかっていう計算ですとか、あるいはそのこれ、境界条件を少し入れることによって、そこで例えばどういう温度が変わったときに上昇流としてどういう上昇流が起こるかとか、そういう計算をすることができます。でちなみに今自治体の方に行くと、例えばその10キロ四方ぐらいの町の細かいデジタルデータがもらえるので、もらえるというか買うのかもしれませんが、あるの で, でそれを使ってそういうその地域の、初期条件というかな、情報を入れられますから、こういう計算をすることは可能で、多分建築会社とかそういうところではこういう計算を今まで独自にやってたと思うんですけども、こういうツールを使っていただけると、簡単にやることができるわけであります。これちょっと細かい話なんですけども、レスっていう乱流モデルって何かっていう話をちょこっとだけ書いたもんで、当然こういうふうにメッシュを切るんだけども、このメッシュの中のこの中のところまでの乱流は渦はちょっと再現しないで、ここの中は SGS っていうモデルを使って、この全体に対する乱流の渦をきちんと計算するという方法であります。レノルズ数でいって多分数万まではこのレスっていうやり方は十分適用できるので、レノルズ数で数万ということは、多分台風というか秒速60メーターぐらいの突風に対して、あれが多分レノルズ数が数万ぐらいですから、そこら辺まで対応できることになっています。あるいは車が200キロぐらいで走るときも、やっぱりレノルズ数って数万ぐらいになるんで、やる気になると車の流体解析もこれでできることになります。ちなみにもっとレノルズ数が高くなる数十万みたいな話になると、ちょっとこれでは計算できなくて、違う乱流モデルを使う、あるいは乱流モデルではなくて直接法という方法で計算する必要があります。ここはちょっとあまりに細かいと申します。でどんなことができるかと、こんなことができまして、スコールラインといって、こういう積乱雲の群がこう次々にできていて、ここのところに雨がバーッと降るんですけども、この言葉はよくない、正式には使っちゃいけないんですけども、いわゆるゲリラ豪雨が起こる最前線がこれなんですが、そこのところはきちんと再現できるですとか、あるいはこういう雲の状況ですとか、それからスーパーセルという雷雲ですね、急にブワーッと発達する雷雲のようなものが再現することができます。先ほど一番最初にお見せしたスケールのようなニッカムのように、地球全体というよりはこういう局所的なものを非常に精密に計算することができるものなので、例えばここに
下の方にビルかなんか置いてあげて、どういうふうな状況になるかっていうようなことが計算できるわけであります。